戦国が俺をおびき出した理由。それはこういうことや。何の真似だ。お前のことは調べがついとるんや。土佐勤王党筆頭坂本龍馬ちゃん。いや、調べも何も入隊試験で一目見た時から全部知っとった。はじめちゃんは覆面の男って今日まで来たんやろ。なんであんたがそれを。わしがその覆面の男やからや。どうや、あの日のこと思い出したかいな。まさかお前が。吉田東洋、あいつを切った感触今でも覚えとるで。起きた。今度はもう邪魔は入らんで。どっちかが死ぬまで存分にやれるっちゅうこっちゃ。さあ、1年前からどんくらい強くなったか見せてくれや、はじめちゃん。いや、龍馬ちゃんや。Good!